中日。2対1と逆転に成功したヤクルトは5回、ランナーを3塁に置いてバッターは2番の新井。中日先発小松の初球でした。このボールライトのライアルが後ろにそらす間に新井は3塁を蹴ってホームイン、ランニングホームランです。マリンスタジアムの第1号はランニングホームランでした。結局試合はヤクルトが中日の反撃をかわして6対5で勝ちました。一方敗れた中日の明るい話題は背筋痛で出遅れていた与田が2番手でマウンドを踏みました。今日は1回と3分の2イニング総投げて1安打無失点、149キロの速球も見せて星野監督を安心させました。